いつも見てくれてありがとうございます。今回はですね映画のフクロウっていう韓国映画を見ましたので、レビューしてみたいと思います。ただ、これは雑談配信ですので、今も映画見終わって帰ってきたばっかなので、その状態で、えー、録音しておりますので、まあ、ネタバレあり動画はちょっと作りたいなと思っている映画ですので、うんまあ、その雑談の感じで聞いてくださいあの。間違ったこともたくさんありますので、よろしくお願いいたします。はい、ネタバレも あらすじ程度では言いますんで、よろしくお願いします。で、結論からまず言いますと、面白かったです。もう見に行って、うんつまんなかったっていう人は、まあ、ほぼほぼいないかなっていう感じですね。まあ、大絶賛だ、これは最強の映画だぜっていうのは、多分ん、いる人はいると思うんだけども、まあ、そこまでそういうことも言うこともなく、まあ、あおもろかったわ、お、まあ、おもろいなっていう感じ。うん、そんな感じ、表現的には。はい。で、 漫画家目指してる人とかね、脚本家目指してる人はね、ぜひこの映画は見た方がいいかなと思います。思いっきり基本に忠実の話なんで、素晴らしい、とても素晴らしいです。サプライズもあるし、気象転結がまあ基本だとすると、そこにサプライズとかあるし、あの、天の部分をね、あのしっかり、おお何そっちに行ったかっていう感じになるんで、もうすごい基本に忠実の話かなと。もし漫画家であの編集者に、少年ジャンプの編集者に見せたことある、ある ある方は分かると思うんですけどもまあ大体そのキャラが死んでる多すぎるとかなんかいろいろ突っ込まれるんですけどその指的部分が全部ちゃんとクリアされてるそういう映画ですもう完璧うんでどっちかっていうとこれはね話が脚本の話の作りがうまいって感じどっちかっていうとうんつまりその映像美がいいとかキャラクターがキャラクターっていうのはそのイケメンがなんかすごい華やかだとか そういうキャラで動いてるというよりも、やっぱり話の構成が素晴らしいっていう感じですね。どっちかっていうと。まあ、重きはね、うん、五角形の、えー、ステータスで見ると、まあ、大話の脚本力が、まあ、半端ねえっていうところらへん,、うん。なんで、その脚本力が半端ねえ学びたいと思う人はね、ぜひ見た方がいいかなと思いますし、好きな人もね、絶対見た方がいいと思います。で、簡単にあらすじというかね、あらすじなのかな。うん。 言いますけども、えー、言いますよ。あらすじだけで。これ、今、手元にあのパンフレットじゃなくて、あれがあるから、ちょっとリーフレットだったかな。うん、読みますね。えー、盲目の天才、九死っていうのかな。ハリ死っていうのかな。ハリね。体にハリさせて、健康させる。あれね。えー、ギョンスはお、えー、病の弟を救うため、誰にも言えない秘密を抱えながら宮廷で働いていると。しかし、ある夜、王の死を、 目撃し恐ろしくもううんっていうしとんでもなくもう怖い真実に直面すると見えない男は床闇に何を見たのか追われる身となったギョンスは制御不能な狂気が迫る中、えー、昼夜に隠された謎を暴くために床屋をかけると絶望までのタイムリ,リミットは朝日が昇るまで、うん、このあらすじほぼ脚本の話言っちゃってるやんもん、OK、<laughs> もうほぼきょ 7割、9割型いってんじゃんって思うんだけど、うん。まあそんな感じです。これはね、あの、言ったばっかりでちょっとどうかと思うんだけど、何も情報を得ないで言った方がいいね。うん。で、あと、気象点結の木の部分は正直、うん、まあいまいちその、出だしから、はまるって感じはなかったです。言ってみれば、マイノリティリポートの映画見たことある方はわかると思うんですけども、いきなりつかみがあって、 あのどん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 話が展開してくるタイプじゃなくてもうゆっくり気象転結の木はゆっくりこの主人公がどういう感じなのかっていうのをしっかりゆっくり描いてる感じでそっからえショーの部分でおおおお,お,おまあな少しずつなんか話がああの進んできたなっていう感じになってきてえーターニングもポイントでがっつりひっくり返ってでクライマックスまでどんどん。 あの盛り上がっってていくって感じですね、はい、あの何気に今日も時計見ながらちょっと見てました <laughs> 映画を見てましたちょこちょこと、はい、もちろんお客さんはあの邪魔にな,ならないようにねあのちゃんと見てました、はいえー、ターニングポイントっていうのはちなみに、えー、物語のねちょ,ちょうど真ん中ど真ん中でね起こるのがいいって言われておりますけども、はい、ちゃんと、えー、2時間映画でしたけどちゃんとし しっかり、しっかり、1時間で、ターニングポイントをやってきまった、やってきたんで、まあ、すげえ、基本に忠実で素晴らしい映画かと思いました。はい。はい。あとですね、ネタバレあり感想を作りたいんですけど、正直僕、同日もね、仕事なんですよ、いつも基本的に。で、ガンダムシートのネタバレありバージョンも作ったんだけども、編集してなくて、上げてないし、で、明日仕事でしょ。今 もう0時過ぎてんのよ。0時過ぎてて、まあ、寝る前、もう眠たいんだけども、もう録あの今、録音して、で、明日、朝早くもちろん起きてで仕事して、でし、仕事終わった後に、その <laughs>、今こう、今やってるのが、その、ハイキューと、うん、カラーパープルっていうやつがあるから、その2つも見ないとかんなと思ってて、その次の日も仕事なわけですよ。うん。編集無理 ネタバレあり感想だいたい4日間ぐらいかかる仕事がある日も加えて4日間ぐらいかかるからさ、うん、3日間かな、うん、無理あ <laughs> げれない雑談は感想しか言えない、うん、ごめんなさい言い訳ばっかりしてごめんなさいけどもしそのすごい楽しみにしてくれてる方がもしいらっしゃったんならすいませんちょっとちょっといっぱいいっぱいですはい、うんまあ、とりあえず配給は多分見てもよっぽど面白いあのー コミックスの漫画をアニメ化したって感じなんで、映画化したって感じなんで、うんそこはもう多分雑談感想で終わらそうかなと思います。カラーパープルもめちゃくちゃ面白かったら、あのネタバラに感想作るけど、まあ普通に面白かったぐらいだったら、まあ雑談感想で終わらそうと思います。っていうか回らない。うん で、ウも、袋ね、難しいけど、ちょっと語りたいネタバレ感想で。うん。っていうネタバレ感想に、ネタバレあり感想にしたいっていうぐらいの面白さはあったので、したいなと思っています。とりあえず、明日は、今度はガンダムシードのネタバレあり感想、録、録、録音だけはしてあるんで、あと編集するだけなんですけど、その編集もかかんだ時間が、うん。まあいいや。 うんまあ、とりあえず明日は撮りた映画見て、明後日も仕事にから映画、仕事終わった後に映画見て、で余った時間があったらなんとかガンダムシードを撮りたいなと思う。じゃあガンダムシード編集してアップしたいな。で、その後で、袋かな。<laughs> ダメだ、俺でも、あれもやりたいのよ。あのあの前、アップした、えー、えー、ビヨンド脱北なやつ。 あれも全然俺ネタバレ感想アップしてないし困ったもんですね。はい。まあそんな感じで終わります。はい。よろしくお願いします。見てないでください。いつも見てくれてありがとうございます。ではまたね。おやすみなさい。いい。朝聞いてる人はお仕事頑張ってください。じゃあね。バイバイ。